内閣総理大臣の安倍晋三でございます本日は全国信用金庫大会にお招きをいただきまして誠にありがとうございます本大会が本日盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げる次第でございます実は内閣総理大臣が継続的にこの大会に出席するようになったのは10年前からであります 10年前の総理大臣は私、安倍晋三でありました。まあ、時代、このように必ず総理大臣が大体出席をさせていただくことになったありがとうございまして、少しアピールをさせていただきたいと思いました、えー。本日の大会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。信用金庫のの皆様方におかれましては、広から地域の中小企業や、 地域住民のニーズへの的確な対応を通じて、それぞれの地域、頼りにされる金融機関として、重要な役割を果たしていただいております。また、東日本大震災からの復興についても、コロナのケアに取り組む NPO 法人などに対する支援を続けていただいていると伺っております。それから感謝申し上げる次第であります。安倍内閣は、 デフレ脱却と強い経済の実現を目指し3本目の取り組みを進めてまいりました現在の GDP 企業収益は過去最高の水準雇用も大きく改善をしております地方経済についても都道府県の法人関係税収はこの5年間で4割近く伸び47すべての都道府県で 増加しています有効求人倍率もバブル時代を上回る極めて高い水準にあり史上初めてすべての都道府県で1倍を超えていますこの動きをさらに力強いものとし地域の持続的な成長を実現していくそのために地方創生の取り組みを進めてまいります日本の地方には 豊かな自然、固有の歴史、文化、特色のある農林水産物などの魅力が溢れています。地方創生は、それぞれの多様な魅力を生かして、若者を引き出せる、公正豊かな地方を作り上げる挑戦です。その挑戦において、地域に密着して活動し、地域の経済産業の状況をよく 把握をしている信用金庫の皆様には大きな役割を果たしていただいているものと考えております、まあ、すでに例えば人口1万人の町の重要な地域資源300年の伝統を持つお茶を栽培するお茶園の存続のために地元の大学も巻き込み属可能なビジネスモデルづくりや販路拡大を支援した単能 信用金庫や地域を支えてきた中小製造業者の減少に危機感を持ち中小企業が大手企業に埋もれている都許権を使って新製品を開発できるよう地域財産交流会を開催してマッチングを支援している川崎信用金庫など信用金庫の皆様が核となった取り組みが 進んでおります地域経済に出した信用金庫にとって地域の企業や産業の積極的な支援は収益基盤や雇用基盤の安定に直結します。皆様に取り組みを続けていただけることを期待しております。本日このの後第2回の生産性向上国民運動推進協議会を 開催いたします景気回復による人手不足の克服は最大の経営課題であります政府として地方の小規模企業やサービス業の生産性向上運動に着手しますので信用金庫の皆様の力強い取り組みをお願いします最後になりますが全国信用金庫協会並びに会員金庫閣議 またご親席の皆様方の今後、ますますのご繁栄、ご発展の頃から記念をいたしまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。